数社で取り行われた、マケドニア王国のアレクサンドロス三世とスタテーラ、および、ヘファイスティオンとドリペティスとの合同結婚式スタテーラ二世は、アケメネス朝ペルシアの王女で、アルゲアス朝のマケドニア王アレクサンドロス三世の日の、一人。アケメネス朝、ペルシア最後の王ダレイオス三世と、娘と同盟の王妃スタテーラ一世の娘、妹にヘファイスティオンの妻となるドリペティスがいる。 祖母はシシュガンビス。紀元前333年、マケドニア軍との一ソスの戦いで不王が敗走すると、遠征に同行していたスタテーラは母、祖母ら家族と共に陣中に取り残され、マケドニア軍に捕らえられた。最初、大主、マザイオスと婚約していたが、マザイオスは、紀元前328年に死に、紀元前324年2月に合同結婚式で、 アレクサンドロス3世と結婚した。この時アレクサンドロスは同時に、アルタクセルクセス3世の娘パリュサティス2世とも結婚している。しかし、翌紀元前323年に大王が救世すると、大王の最初の日、63年によって、スタテーラは妹ドリペティストもども殺害された。2世紀の歴史家、リアノスは、スタテーラのことをバルシネと呼んだが、 ロドス島のメムノンの妻バルシネとは別人である。なお、スタテーラとアレクサンドロス三世との間には、アイソピアという娘がいたとされ、セレウコス一世の息子の一人アカエウスと結婚。アンドロマコス、ラオディケ一世、アンティオキス、アレクサンドロスの二男二女を設けたという。このうち、アレクサンドロス以外の血筋は存続し、アンドロマコスの娘ラオディケは、セレウコス二世と結婚。 セレウコス3世、アンティオコス3世、ラオディケの母となる。アンティオコス3世の直径は、セレウコス超滅亡まで続き、ポントス王ミトリダテス6世は、アンティオコス3世のひ孫である。さらに、アンティオコス3世の姉妹、ラオディケは、バクトリアをエウクラティデス1世の母とされている。アンドロマコスの妹ラオディケ1世は、アンティオコス2世と結婚。 セレウコス二世とラオディケの母となる。ラオディケは、ポントス王ミトリダテス二世と結婚、ミトリダテス三世とラオディケを設ける。このラオディケとアンティオコス三世が結婚しているため、ポントス王家とセレウコス長は三重に婚姻関係がある。ラオディケ一世の孫アンティオコス三世の娘、クレオパトラ一世は、プトレマイオス五世に嫁いでおり、プトレマイオス長にもその血が入り込んだ。 それは、コンマゲネオ家ケやクレオパトラ7世、ローマ帝国の皇室の一つ、ユリウス・クラウディウス朝の一部の家系につながり、さらにその血筋は有力なローマ貴族や、西五島王国の王族の一部を形成し、現在のスペイン王室も、末裔と言われる。アンドロマコスのもう一人の妹アンティオキスは、アッタロスという人物と結婚。アッタロス朝のアッタロス一世の母となった。 以降のアッタロス朝国王はアンティオキスの子孫でアッタロス朝の滅亡後もその血筋はローマ貴族と結びつきこれも兄貴ア家に入り込み末裔にローマ皇帝ペトロニウス・マクシムスとオリブリオスがいるさらに東ローマ帝国のレオ朝やユスティニアヌス王朝ヘラクレオス王朝と遠赤関係がありアンティオキスの血筋もまた西豪と王国に入り込んでいる ありがとうございます。